フリメーラリーガは、スポンサーシップにより、リーガポルトガル部員として知られる、ポルトガルプロサッカー一部リーグである。リーガポルトガルによって主催され、18チームによって争われ、会議クラブがリーガポルトガル2に降格する。2014から15シーズンから18チームによって争われているが、これまで5チームしかタイトルを勝ち取ったことはない。年に創設され、 2013から14シーズンには80年目を迎えた。歴史上リーグは SL ベンフィカ、FC ポルト、スポルティング CP のトレスグランデスによって支配され、これら3クラブで85のタイトルを分け合っている。ここ数年リーグは評価を高めており、2012年の UEFA ランキングでは1990年以来初めて歴史的な 古大リーグの一角であるフランスのリーグ案を追い抜き、第5位となった。1938年のポルトガルサッカーリーグ、改革前、すでに総当たり方式による新規軸の大会、プリメーラリーガが開催されており、この大会の優勝クラブはリーグチャンピオンと呼ばれた。しかし、最も人気があったのは、トーナメント方式によるカンペオナートでポルトガルであり、この大会の優勝クラブが、 ポルトガルチャンピオンと定義された。1938年にプリメーラリーガが改革され、総当たり方式による大会が1年で最も重要な大会として実施され、ポルトガルチャンピオンと定義されるようになった。この大会は1938年から1999年までカンペオナートナショナルダプリメーラディビゾンもしくはプリメーラディビゾンという名称が使われた。 1999年には統括組織の LPFP が全国リーグを管理下に置き、カンペオナートナシオナルダプリメーラリーガもしくは単にプリメーラリーガという名称に変更された。2002年、エネルギー関連会社のガルプエナージアがリーグのネーミングライツを取得し、スーペルリーガガルプエナージアと命名した。2005年8月18日には、 オーストリアのオンラインブックメーカーであるブウィンとの4年契約が発表されたが、ポルトガルの他のギャンブル団体は、自らがポルトガル国内での合法ギャンブルの独占権を保有していると主張して異議を唱えた。2005から06シーズンはリーガベットアンドウィンドットコムという名称だったが、2006年7月には b e ウィンリーガに名称変更された。2008年には、 ビール銘柄のサグレスを用いたリーガサグレスという名称になった。2010年には衛星放送局のゾン、ムルティメディアもスポンサーに加わり、スポンサー名をつなげたリーガゾン、サグレスという名称に変更された。2015年からはゾンとオプティマスが合併してできたポルトガルメディア企業のノスがスポンサーに加わり、リーガノスとなった。2021から2022シーズンからは、 再び部員がスポンサーとなり、リーガポルトガル部員となった。18クラブによるホームアウェイ方式。上位3クラブには翌シーズンの UEFA チャンピオンズリーグの出場権が与えられ、4位チームと5位チームには UEFA ヨーロッパリーグの出場権が与えられる。17位と18位の2クラブはリーガプロに自動降格となる。ありがとうございます。